1969年から1980年まで生産した小型乗用車である。1969年発表のルノー12の登場により、活況を停止始めた 1300cc クラスの乗用車市場に向けて、プジョーが同年秋のパリサロンに登場させた上級大衆車。一言で言えば1965年発表の204の上級版で、 フロントを上級車の504風に化粧直しし、エンジンを1.3リットルに拡大。全長を10センチメートル延長して、トランクスペースを拡大させている。ホイールベース、トレッドも204と共通。ボディデザインは204同様、ピニンファリーナの作である。1972年には、ボディ後半は204のままの5ドアワゴンブレークも追加された。 1973年には、マイナーチェンジを受け、リアコンビランプが大型化され、ツインキャブレター 74.5PS、6000rpm エンジンとフロアシフトを持つ、304S が追加された。204が、生産中止となった1977年には、その市場を受け継ぐべく204と同じ 1100cc。 1400cc ディーゼルエンジン搭載車が追加された。後継車305が登場した後の1979年にセダンが1980年にブレイクの生産が終了した。304にはセダンワゴンの他に同じくピニンファーリーなデザインの2プラスにハッチバッククーペとニザカブリオレがあった。 と言ってもやはり204をベースとしたもので、1970年に204、クーペカブリオレのフロントデザインを変更し、エンジンを 1300cc に拡大して登場した。204クーペカブリオレは、この際消滅した。車体後部は204のままで、ベルリーヌより、ホイールベースが短縮されて、全長は 20cm、短い。1973年には、 ベルリーヌ同様、304S が追加され、カブリオレは S のみとなり、その後1974年に、クーペも同じく S 仕様に統一された。セダンワゴンより早く1975年に、生産中止となった。当時の日本は、部ーの輸入がほとんど途絶えていた時期であったので、正式輸入されなかった。ありがとうございます。